こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はゆで太郎さんにやってまいりまして、ゆで太郎さんといえば家から結構遠い場所にある蕎麦屋。そんで今日はもうね、特盛り狙いでやってきましたよね。これだこれだ、また蕎麦特盛り3倍。これ、はい、やってまいりました。蕎麦特盛りでございます。麺の量すごいんですけれども、ちょっとこの厚みがあるから、平らじゃないから、平らに持ってるわけじゃないからちょっと伝わりづらいかもしれないんだけども、蕎麦つゆ2つ分セットされております。デフォルトです。いただきます。じゃあまずはネギもない状態のシンプル蕎麦食べてみましょうかね。はい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 、はい、やっぱうまい。ゆで太郎さんの蕎麦やっぱりうまい。なんか柔らかいながらも心地よい食感があって、冷水でキュッと締まってるんだよね。すごい締まってんの。24時間営業なのに締まってんの。唯一の味変、早速いっちゃいましょうかね。これで風味アップでまた美味しいことでしょう。いやうまい。顎は自然と謎にこうやって光ってるくらいうまい。何この光。どういうこと。あ、消えた、出た。何これ、どういうこと。そのくらいうまい。あと今日はね、こういうタイプのお蕎麦ですから、一応やっぱネギだけなんですよ。ですから自らワカメみたいな服着てきた。これワカメでしょ完全に。ちなみに蕎麦とかけまして、サザエさんからいたずらしたのワカメでしょって言われた時のワカメちゃんの返事だときます。その心はカツオだし。やっぱりこのもっちりしたコシの強さですよね。それがやっぱり美味しいよ本当に。麺つゆが薄まってきますので2つ目いきましょうかね。実は味変アイテムこれもあるんですよ。これもちょっとやっぱ添えて、よいしょ、うん、意外とあっさりここまで来ましたね。完食です。そしたらこれをよいしょ、そば湯よいしょ。蕎麦湯がり落ち着く。でこのメニューに関してはこれ2回いけるから、2回落ち着ける。そんなわけで食べてまいりまして、やっぱり僕ね、ゆで太郎さんの蕎麦大好きですね。チェーン店でこんなうまいんだっていうくらいもううまくて、もう今回3杯食べたんですけども、全然平気です。まだこの3杯くらいいけるくらい、もう全然平気、そのくらいのうまさありました。これの3倍までいけるって相当なことですよ。だって僕の顎がもしもあと3倍長かったらこうなりますから。いや横